ジェルクリーン。どうもペンギンズの信雄です。台湾にもですね、サガシリーズに関わるクリエイターの方いらっしゃるということで、今回特別にインタビューをさせていただけることになりました。今回はこの方です。パンプさんです。どうぞ。あ、どうぞこちらへ。あ、すいません。あ、どうもよろしくお願いします。ナビキャラをね、書かれているということで、皆さん、あの鍛冶屋のギュスターブとかショップのエミリアとかですよ、皆さんおなじみの。改めて、パンプさんはどんなお仕事をされてるんでしょうか？メインはキャラのデザインが一番のメインでして、で、あの得意な分野はいわゆる美少女キャラとロボットキャラですね。もちろん逆に美少女をロボットにしたり、ロボットを美少女風に描くっていうのもやってます。あ、そうなんですね。ちなみにそのパンプさんの名前の由来教えていただいてもよろしいですか？まず当初はあの機械系のイラストをメインでやっていて、で機械の部品のところから名前を考えていたそうです。でパンプっていうのはあの車のエンジンのところで関わる部品で、そのいわゆる結構コアな大事なパーツだそうです。でそれがなんかすごくいいなと思った。なるほど、じゃあメカ好きから来てるお名前だったんですね。なるほど。パンプさんがサガシリーズに関わるようになったきっかけを教えてください。当時ピクシブで実は市川さんから、市川プロデューサーからあのメッセージが届いたんですね。でその時パンプさん自身も子供の頃にサガシリーズ のゲームをプレイしていて、実は最初インチキか何かだと疑ってたんです。全然本当だと思わなかった。でメッセージ返して、あ、本当だって気づいてびっくりした。でその後あのエンペラーズサガでお仕事させていただいて、いろんなキャラクターイラストを描かせていただいたんです。いや、これちょっと驚愕の事実ですね。その最初は詐欺だと思ったっていう市川さんのメッセージが、いや、びっくりしますよね。あ、じゃあ結構市川さんとは結構付き合いは長いんですか？そうですね、エンペラースタガーのところから考えると、まあ、12、13年ぐらいの付き合いにはなります。うわ、長っ。そうなんですね。え、ちょっと市川さんの印象みたいなのをちょっとこっそり教えていただいてもいいですか？仕事の付き合いは長いんですけど、実際に面と向かって会えたのはこのロマサガ RS の仕事に入ってからで、そうなんです。はい、で会った時の第一印象がとても話しやすい優しい人だなっていう。あ、なるほど。気遣ってないですか？没有什么坏话可以讲。逆に悪いところなんて言うところがないっていう。じゃあちょっとパンプさんから見たこうサガキャラの魅力を教えてください。まず小林先生ですね。小林先生のイラストがすごく魅力的だったと。で特にあの小林先生のイラストって、あのいわゆる各国の原住民の要素っていうのが特徴として取り入れられてたっていう感じですね。あのそれを、まあ、ファンタジーだったり、もしくはいわゆる SF、 もうあの科学的なものにも取り入れてるっていうところがすごかったです。で特にあの小林先生が活躍してた時代ってインターネットとかそういうものは全然普及してなかったはずなので、それなのにいろんなその各国の原住民関係の資料を集めるっていうことができたのがすごくすごいなと尊敬してるって思って、でそういうのも受けてその後パンプさん自身がその仕事する時も、まあ、各国 そのいわゆる原住民関係の要素だったり、その色彩だったりというところを意識してデータを集めるようになったと。この人できるな。佐賀のプレゼンが完璧すぎるということを伝えてください。哦，您这个讲的实在是太完美了。对于这个 Saga 系列的宣传，就是宣传的很棒。謙虚だし。ちょっとあの作品が出来上がるまでをちょっとあの知りたいんですけども、まずどういうとこから手をつけるとかっていうのありますか？まず例えばキャラの指定をいただいた後、
そのキャラとあのパンプさん自身のいわゆる、スタイル、個人スタイルを融合させるためにもうむちゃくちゃデータを集めます。で一つのデータから紐づいてまたその次のデータどん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 延長していって、それらを全部そのまとめて何か一つのものを融合するっていう形です。でその上でラフだったり何度も何度も書き直して、一番フィックスしたものを使うっていう感じです。じゃあもうまずデータを作り上げるとこからなんですね。まず筆じゃないんだっていうのはすごい驚きですけども。なるほど。ちなみになんかこういう時は筆が進むなとか、こういう時はなんかなかなかその仕事が進まないなみたいな、ちょっと繊細なイメージがあるのでそういうとこもお聞きしたいんですけど、いいですか？有现在的话也是会どうしてもその筆が進まないぞっていう時は、その自宅に置いてるコレクション、服装だったり植物関係のコレクションなどからまあいろいろあのアイディアを探すっていうところをやってます。で逆にそのどんどん進むっていう時は、一番最初にキャラの顔の造形とかがうまくいった時だと、その後もすごくスムーズに進みます。なるほど。でもやっぱ自分の趣味の中からこのエンジンをかけたりとかをされるんですね。これまで描いたこのサガシリーズとかロマサガ RS の中で一番のお気に入りのキャラクターは何ですか？なんかバーダン RS のオリジナルキャラのバルドーですね。はい、バルドそのエビじゃないですか、エビの外角っていうところをいわゆるロボの走行っていうイメージで描くことができて、あとバルドのキャラ設定としてドリルがついてるじゃないですか。もうドリルは男のロマンだと。なるほど、ドリルは男のロマン。いやでもやっぱそのキャラ語りしてる時の笑顔最高ですね。好きなのがね溢れてます。いい笑顔ですね。ありがとうございます。じゃあちょっと、パンプさんから見たサガシリーズの魅力を教えてください。先ほども言ったようにそのいわゆる原住民的な、まあ、文化だったりそのアイデアが入ったとこ世界観ですね。あとまあそことそのファンタジーといわゆる SF というところのとても自然に一つに融合されているところが一つの魅力です。はい、ではちょっと最後に、サガファンの日本のサガファンの皆さんに一言いただいてもよろしいですか？谢谢大家支持だ。今までもそのイラストを好きになってくれて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあちょっとカメラに向かってジュエルクレオでお別れしたいんですけども、一緒に行っていただけますかね？给我钻石。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 OK。OK。OK。じゃあ行きましょう。せーの。给我钻石。